つっちゃ。これ欲しいかい？欲しいのかお前。欲しいんだな。もっと大きくなるぞ。もっと大きくなるぞ。鼻も伸びたぞ、鼻も。よし、次でいく。いけるいける。来たんじゃない？通り過ぎたー。びっくりー。わー、なんだこれ。おお、痛い。おいで。飛べ。よし。来た。やったー。乗れるんだ、やっぱりこれ。いいね。すげえ。え来てるじゃん。なんかないの？どっかに。ハロー無理。無理。バレてない。嘘。本当にバレてない。絶対バレとるやろ。バレてない。やだ。もうやだ。無理。小型エレベーターに乗り込め。うわっ。危ねえ。やったー。オッケー。うわ、なんか走ってったぞ、あいつ。何を思ったのか。何を思ったんだ？いきなり。運動しなきゃ、みたいな。俺、ちょっと運動してくるわ、みたいな。わかんないね、全然。全然わかんないですよね、本当に。どうなってるんだろう、今。っていうか。普通にこう、街を徘徊して、犯罪者みたいな人がいたら、それをなんか、なんて言うんだろうな、追うみたいな感じですね。団子三兄弟。ああ、また宇宙兄弟。もういいってお前たち、一緒に死のう。派手にパーッとやりましょう、パーッと。あれいまいちだなぁ。なんでだ？オッケー来た。首。あれなにこれ。どうなってるのこれ。嘘でしょ。ひどい。すげえ。なんか、塊魂みたいになってる。あー、待ってこれは、ゲームとしてどうなんだろう。だから連打するとちょっと。ヤギの古町。なるほどね。わかった。これなにこれ。なにこれ。あ、やばいかも。おーい。めっちゃ回ってるけど。うわーいきます。うえーさあ、駆け抜けろ。びっくりした。なんだろう。おー、マジびっくりした。主人公頑張って、本当に頑張ってきた。うおわ。なんか後ろにあるんだけど、気にせず行きましょう。なんか来たな。来ましたね、なんか絶対。なんだなんかメカニックだぞ、だいぶ。あー、待って。そういう系ね。わかる。勝手に行くんだね。これ見てるだけかな、まさか。そのパターンだと嬉しいんだが、絶対そんなわけないよね。おじいさん大丈夫か？なんでだよ。なんか雰囲気が違う。これもなんかのあれか。パロディみたいな感じか。行こう。オッケー。おお、来た。マジで来た。よお、来た。来ました。これがマイケル・マイヤーズ。やった。そしてこの BGM も流れるんですよね。やった。こうやって斧を振り回せる。死んだ？お、ギャンブラーつけてるんで、これ。いろいろ効果が出ますね。ストーカー出てますね、これ。あ、僕ストーカーじゃないですよ。もう一人いる。危ない。来てる。ああ、壁が邪魔になってしまった。リア友どこだ？リア友ってか、リアフレのこの方ね。この方僕はね、蘇生しつつ生きてると思います。後ろについて。お、かっこいいそのサングラス。いいね！いいよ！バーンって来ても、この電信柱壊れないんですよ。そして奥のやつはもちろん壊れないんで、こういい感じにガーンってなって、電車がバーン止まって、もうそこで電車がガガガーってなって、もうそこバーンっていって、もう世界破滅みたいな。それは言い過ぎたかもしれないけど。いた。人いたぞ。こんにちは。いや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 、そんな趣味はないよ、俺には。じゃ、ここで、ドリフトする。どう？来たやったー。どっから見えますでしょうか？おっと、奥に、いますね。警察ヘリコプターと警察パトカーが2台。そして犯人の車、あ、犯人の車が逃走しました。おっと、崖、その先は崖。どうなる犯人？あー、爆発。なんだジェイク、戻ってくるんだ。うわ、マジか。ジェイク、これは、ジェイク、間に合うのかな、これ。いや、まだ間に合う。ジャイアンなら奇跡を起こしてくれる。そう信じてるぜ。ジェイク、早く。あ。待ってよ。待ってくれよ。はい。こんにちは。しゃがんで、通る。ウェーイウェーイさあ、顔を見せなさい。あれ？お？帰ってくのか？お？俺の勝ちでいいんだな、お前。いいよ、帰って。ありがとうございました。いや、ほんと、ありがとうございました。マジで。はい。え、ここ飛ぶの？嘘だろ、おい。おい、マジかよ。いけるか？己を信じて、飛べ！うおー、マジで、嘘！ちょっと待って。カメラ。嘘ー！マジで？いや、ちょっと待って、死ぬ。おお。これ神父マーティンだよな、多分。我が子よ。おお、嘘。マーティン！新たな目的、エレベーターで出口へと行くことができる。え、どうしたらいいの？ちょっと待って、教えて。開けてるぜ、ちゃんと見てるぜ。痛い！びっくりした。いや、お前だろ。誰かに殴られたのかって。お前が殴ったんでしょ？気持ち悪い。はい。まとまりがない、このもう。まあいいんですが。車に乗っている状態で、窓ガラス割れたよ、そこ。大丈夫？頭打ったけど。殴ったでしょ、今。誰かわかんなかったけど。こいつはどうしたらいいんだ、一体。何に使うの？ねえ。誰か教えて。うおー！なんで閉まんの？俺閉めた今。もしかして。何？主人公の声にビビるんだけど、毎回。大丈夫かな？この熊のぬいぐるみがなんか、ポイントになってきそう。まさかこの鍵だったりして？いや、そんなわけないか。マジかよ。開いちゃったよ。それどうしようかな。なんでそんなに元から真っ黒だったけど、こんなに真っ黒焦げにならなくてもいいじゃん。はじめまして。すみません。それなんでやねん。おお、でもかっこいい声。何々まして。まあ、僕、ポッキーって言いますか。じゃあ、ポッキーの画像を調べておきましょう。ポッキーの画像を調べて。なんでだよ。うわぁ。パソコンのね、ホラーゲームをね、実況するために買いました。ね、この実況、おぉ！やばい、開かない。何これ。あ、やばい。こういうのはハサミで綺麗に開けた方がいいのかな。ごめんなさいね。こういうのは綺麗に開ける方いたらごめんなさい。僕はこういうやつなんで。よーし、入りきれてねえじゃねえか、ほとんど。いいのこれで。うおー、マジでいきなり始まった。銃撃戦。待って、うえーということで、これオフィスなんか山の道通ってないか。行くか。あっぶなっ。うおー、いいねー。おお、体当たりしろ。オッケー、任しといて。せーの、はい。おお、壊れた。これなんかムービーであったな、最初の方の。最初っていうか PV かなんかであった気がする。いいぞいいぞ。よし。お、なんかキーボード操作できる。メインドア開ける？よーし、もうこれ逃げられるんじゃない？この監視カメラに誰か映るとかいうパターンじゃない？大丈夫？おいおい、なんかいるぞ。はい、どうも皆さん、こんばんは、ポッキーです。おかしな場面集ご視聴いただき、本当にありがとうございました。なんとですね、皆さんのおかげで僕のチャンネル登録者数が2万人を突破することができました。動画の再生回数も800万回を超えて本当に嬉しいです。今回はですね、2万人記念という形で、このような動画を作らせていただきました。動画にたくさんコメントをしていただいたり、見ていただいたり、Twitter などで、僕のツイートをリツイートしていただいたり、本当にありがとうございます。ここまで来れたのも本当に皆さんのおかげだと思っております。これからも頑張るのでよろしくお願いします。最近はね、ホラーゲーム実況がちょっと多くなってきたんですけど、いろんなゲーム実況をね、やってこうって思ってるんで、ぜひこれからも応援お願いします。ということで、次は3万人目指して頑張ろうと思います。今回のおかしな動画集をですね、すべて、あの動画じゃんとか、この動画じゃんとか、これ見たことあるとかね、全部分かった方は、ポッキーマスターだということで、ぜひ皆さんはね、3万人記念の時には、ポッキーマスターになれるように見ていただきたいですね。まあ、毎日ね、僕基本投稿してるんで、まあ、忙しい方とか多いんで、無理なら無理でいいんですけど、1本でもね、1ヶ月に1本でも見てくれてることが、本当に嬉しいです。はい、ということで、また、このような動画で皆さんに会えることを楽しみにしています。ということで、ポッキーでした。バイバイ。